杉浦俊介は、日本の実業家。元日本長期信用銀行頭取。日韓経済協会第三代目会長。東京市下役に、杉浦健一、都市夫妻の次男として生まれる。杉浦家は、江戸時代、幕臣であった。東京高等学校を経て、東京帝国大学法学部卒業後の1935年、日本官僚銀行に入校。 日本官僚銀行の権力闘争に敗れた浜口岩根と共に1952年に設立された長銀創立に参加。専務、副陶取を経て1971年5月から1978年6月まで陶取。その後は会長、相談役最高顧問などを務めた。会長時代も含め20年近くも経営トップの座に君臨し、長銀中高の祖。 長銀のドンと呼ばれた。在職中、リース、不動産、流通といった新興企業へ積極的な貸し出し姿勢をとったが、これらの企業への貸し出しはバブル崩壊後ごとごとく不良再建化した。特に杉浦が中心となって進めたヤイインターナショナルに対する融資3800億円が焦げついたことは、超銀の経営破綻の大きな原因となった。その後、 道義的責任を問われるが本人はこれを否定し続けた。しかし、周囲の勧めもあり、自宅を売却して退職金の一部として2億円を返還した。2006年1月27日、急性心筋拘束のため、東京都内の自宅で死去。94歳没。ありがとうございます。